こんばんは。今日はニシン釣りに行きました。人はね結構20名ほどで、僕はですねフェンスの一等地の方の2番目にいます。今日ね紹介したいのは、今ねちょっと1時間ちょっと釣ったんですけど、マジね結構ねサイズも大きくなってきて、まあこの辺とかこの辺、この辺かな、大きいの。大体これ3、これは30ぐらいありますね。そして今日紹介したいのはですね、これこちら、これね100円ショップのダイソーさんに売ってるんですよね。でこれ1足100円するんですけど、1足ずつ販売されてます。でセットで、今日ですね紹介したいのが、この釣りたてのニシン、まあ普段普通に買ったニシンでもいいんですが、これね鱗取れるんですよ。めちゃくちゃ見てわかります？一瞬で鱗取れるんですよね。これ見えてますよ、これこうやってもう 2,3 回やるだけでもう全部取れますから、これね鱗取れるのわかります？こうやってペッ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 って、こんな取れるんですよ。これこんなのが、こんな画期的な手袋が100均で買えますんで、ぜひおすすめ。もうねその場で釣り場でねこうやってやっちゃって台所汚さなくても済むので、ジャバジャバやった方がいいと思います。僕のおすすめなんで、これ鱗だらけ、これこんなに、まあ魚だけとは限らず、土のついた大根ですとか、あとごぼうね、ごぼう、きんぴらごぼうとかするときにね、これねすごい重宝しますんで。でね結構ねこう音がするぐらいしっかりしてるんですよね。だからこれはもう本当に僕のおすすめです。もう皆さんに使ってほしい。まだまだねこれからニシンどんどん釣れてくるんで、もう画期的なんで、こんな感じでもガンガン鱗取れるんですよ。これ本当におすすめなんで、以上です。まだ朝までどんどん釣ります。